ということで、山田さん、綾選手と、伊藤真希選手、ありがとうございました。ありがとうございました。一応仕事してるという名目だけ。俺が仕事してる名目はあの写真撮ってください。発送機入れてから1分だ。1分。言うたら発送機。発送機入れとけ。向こうがはめたから1分。足は足ないよ。マジか。で、追い抜かれて、はい、追い抜き方したんだね。スイカビューあと、追い抜かれて、追走も仕掛けたからね。わかりました。はい。Thank you.
ましょう。追い抜いたものを追走したり、また追い抜かれちゃって、その追い抜かれた人を追走したり、その人をまた見返したら失格になります。気をつけてください。最後に、絶対にフライングはしないでください。30秒前。やがった本当にもう最後にしてくれ、意識飛んでいくかと思うから、やがった風どの辺が行っちゃうかな。ホームがなんかほんまにラスト 2,3 周横風みたいな感じで来て、あ、そうですね、まっすぐ走れんかったですね。まっすぐ最後見直そうと思ったら、もうここで疲れ果たしたっすね。直前のマッサージが功を奏しました。また帰って後半の余力は残ってるんでしょう。いや、後半も残り3人に任せますよ。サラ足の3人に足り基本だぜ。いや、出し切った。
るじゃん。何も思わなかったから行ってきたってことは意識してやっとるもんで、違う違う違う、あのフィンさあ遺恨を残したよ、来年怖いよ、三浦だ、三浦についてる長距離は得意なんですね。長距離はもうめちゃくちゃ得意です。めちゃくちゃ得意、最後三浦のこと勇気になりました。負ける気はしませんでした。いやもうダッシュない二人同士で泥試合を思いました。三浦のことで相手しか言ってよかった。もうバランスを崩しながら遊ばれましたね。もう後ろがもうな、去年はどうで優勝。いや、去年3位です。そんなに強いのに、去年大丈夫です。去年、松井さんです。でも、ここ何年か、三浦さんと松井さんと僕で3人で家変わってるだけです。泥試合、泥試合、はい。